皆さんこんにちは、森下です。チベタンスパニエルを応援していただける方はグッドボタンとチャンネル登録をいただけますと励みになってとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、生後8週齢のチベタンスパニエルの男の子2匹です。昨日から梅雨に入りまして、今日も外は雨でございます。こっちの子が、キューちゃん、銀ちゃん、こちら銀ちゃんでございます。ちっちっちゃったか、よいしょ。皆さん、私のここの子たちを見てどう思われますか？味もそっけもないところでいますね。普段はここじゃなくて、家の中走り回ったりさせてるんですけど、今ちょっと、動画を撮りたいので、お部屋に入ってもらってます。ちょっと休憩時間も兼ねて、これは我が家特製のっていうわけではないんですけど、私はみんなに与えてるワンちゃん専用のおもちゃです。やっぱり皆さんこう見て思われますよね。森下さんとこってなんでこう下がトイレシーツなんですか？他のブリーダーさんとこのワンちゃん見てみると、みんなどこも綺麗なピンクのバスタオルを敷いてあったり、こういうところも綺麗なあのものになってますよ。映えしないじゃないですか。そう思われたあなた大正解です。私はこの YouTube を始めるときに、うちはもうあまりその映えとかじゃなくて、うちのありのまんまを皆さんに見てもらおうと思って始めました。特にこのコロナ禍で、はっきり申し上げて検査の見学もままなりません。どんな環境で森下さん育ててるんですか？なかなか伝わりませんよね。そういうところを分かっていただけるために YouTube を始めたいいうこともあります。だからあまり飾らずに私のところの日常をそのまま伝えたいと思っています。で、ちょっと普段は外私の部屋の中を走ったりしてるんですけど、ちょっとそこは見せられないので、このケージの中に休んでるところを、動画撮影してるわけですけど、ケージの中は味もそっけもない、トイレシーツを敷いてます。そして怪我防止のために段ボールをこう周りにやって、お水、そして、食事の時はステンレスのカンカンであげてます。実際私こう見ていただいて分かるように、家の中で、子犬の管理は全てやって、24時間体制で私が家内か誰かが見ていられるような状況になってます。はっきり申し上げて、なぜこういう風な形にしてるかっていうと、これが一番清潔だからです。特に梅雨時ですから、菌の繁殖だとかそういったものは注意しなきゃいけません。ここに綺麗なタオルを敷いて、おしっこしても買えない、1日に2回しか買えない、じゃあこれ正直家の中臭くなりますよね。やっぱりトイレはおしっこ1回したらその都度変える、うんち1回したらその都度変える、何かしてちょっと2枚3枚にかかったら、あるいは全取り替えも、する、そういういわゆる清潔なことを第一に考えております。で、私の部屋の中ですから臭いのも嫌ですから、もうその都度その都度取り替えてはゴミ袋にきちんとしまって衛生管理をしています。こういうことが本当は実際ブリーダーにとって一番大事なことなんじゃないかなっていうのが
私の考え方です。売り物花飾れ、綺麗にやるのも下に敷いて、映えさせて、商品でございますから、こういうのは商品でございますから、こういうのが可愛く見えるように写真を撮ったりすることも、それはそれで大切なことだと思いますけど、私はそこに重点を置いていないんです。子犬がいかに清潔で綺麗な状態で、健康管理ができるかの方が、それ以上に勝るものは何もないと思っています。だからトイレシーツは1日に何回も何回も変えます。経費かかりますけど、洗濯して、今はコインランドリーも当然犬のもの入れられませんから、家で洗濯して、どこで乾燥させて干しますかっていう話になってくると、実際、梅雨時にそんなことできませんよね。そういうことを考えると、トイレシーツをその都度その都度こまめに変えてあげる、段ボールも汚れたらその都度作り直してあげる、こういうことがやっぱり一番清潔でいいんじゃないかなと思ってます。銀ちゃん、キューちゃん、そして、一日私が見てる中で話しかけたり、お外で遊んだり、一緒にテレビを見たり、そうやって、社会化をしていきます。もう8週例になってますから、ペットショップの子犬たちだと、こう早い子だともうガラスケースの中に並んだりしてますけど、うちの子はオーナー様のお家行くまで耳がひっくり返ってるんで、こういうような私と一緒にずっと座ってます。って言ってる間に、ほら見てください、こうやっておちこちっとするんですよね。その都度もうこうやってこのシーツは取り替えということになります。一日に正直何十枚もの取り替えになりますよね。でもこうやって清潔で乾いた環境を子犬に与える、これが子犬の健康のためには一番です。そして食べ物も腐りやすい時期ですから、新鮮なものを、そしてドッグフードもふやかしたものを与えるなら与えて、しばらくしたらもう取り替えて新しいものに変えてあげるとか、そういう工夫をしながら、なるべく乾いた環境で、そして、昼夜の寒暖差の激しい時ですから、冬場のこういった春回路みたいなのも用意しておいて、朝方寒ければ少しシートの下へ入れてあげるとか、それで足りない場合は電気の回路も導入するということも真夏であっても考えているというようなことでございます。今日はそんな話で、なぜ映えしないのに私がこのままの状態で動画をアップしてるかっていうお話でした。それでいいよって言ってくださる方は嬉しいですし、それはっていう方がいらっしゃったら、お宅にワンちゃんを迎えた時にはぜひきれいにして、その都度その都度洗ってあげてください。それも可愛くていいですよね。ただ私のところそこまでちょっとできないので申し訳ないです。というところでまたお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。